運の銃座物を壊すが商売事件。『女探偵の憂鬱』「離婚の妻事件で」で検事六条紫爵が差し伸ばした怪しき常年も許る手をともかくもきっぱりと振り切って帰郷した風間光恵だったけれどさて 元の孤独に立ち返ってみるとなんとなく急に自分の体が汗臭く感じられてわびしかった強く生きるこことととは、なんといいうう苦しいことであろうか。彼女は日頃の強さに似ずどういうものかあれ以来急に気が弱くなってしまったたったあれくらいのことで急に気が弱くなってしまうというのも所詮それは女に生まれついたゆえであろうが さりとは口惜しいことであると深夜ひそかに鏡の前でつやつやした我と我が腕をギュッとつねってみる光栄だった彼女の急性憂鬱症については彼女の属する星の私立探偵所内でも敏感な一同の話題に上らないわけはなかっただが余計な口を光栄に対して聞こうものなら大変なことになることがかねて分かっていたから誰も彼も 一応知らぬ半兵衛を決め込んでいたことであるところがある日星野老所長は風間光恵を自室へ呼んで「君は何かい穂村宗六という青年探偵のことを聞いたことがないかね?」と出し抜けの質問だった穂村宗六といえば理学士という妙な畑から出てきた人物だ それくらいのことなら三枝も知っているが他はあまり深く知らないそのことを言うと老所長はあの穂村総六というやつはわしと同居でなちょっとある縁故でつながっているものだが少し変わり者だその穂村から若い女探偵の助力を得たいことがあるから誰か融通してくれと言ってきたんだどうだ君一つ言ってくれんか ほうどんな事件でございましょうかいやどんな事件かわしは何にも知らんただはっきり言えるのはあいつはなかなかのしっかり者で夫人に対してもすこぶる潔癖だからその点は心配しないように老所長の言葉はなんだか六条磁石のことを現外に含めて言っているようにも響いたとにかく風間光恵は 日ごと夜ごとの憂鬱を払うにはちょうどいい機会だと思ったので早速労所長の命に従って自分の力を借りたいという穂村総六の事務所へ出かけたのだった穂村の探偵事務所は丸の内にあったが今どき流行らぬレンガ建ての陰気臭い建物の中にあったびしょびしょに濡れたような階段を2階に上るとそこに彼の事務所の名札が下げてあった 彼女は入り口に立ってちょっと逡巡したが意を決して扉をたたいたすると中から「どうぞお入りください」「扉に錠はかかっていませんから開けてお入りください」と若々しいはっきりした声が聞こえた風間光恵は体が引き締まるように感じて扉を押したすると室内には、 入ったすぐのところに大きなついたてがあって向こうを遮っていたそのついたての向こうから再び声がかかったさあどうぞどうぞその椅子にかけてちょっとお待ちくださいちょっと今手が離せないことをやっていますからかけてお待ちくださいああどうもでは失礼いたします風間光恵は挨拶を返して 入,口を入った左の隅のところにある応接椅子に腰を下ろしたその脇に別の部屋へ行くらしい扉があって閉まっていたその扉の上にはどこかの規制会社のカレンダーが9月の面をこっちに見せて下がっていた三つ上の腰をかけているところからはやはりついたての奥が見えなかった彼女はしばらくじっとしていた ついたての向こうで声をかけたのは穂村であろうが彼は一体何をしているのか小鳥とも物音を立てない彼女は少し待ちくたびれて眠気を催したあくびが出てきたので慌てて手を口に持っていった時突然思いがけなくも彼女が腰をかけているすぐ脇の扉がカレンダーごとゴトンと奥へ開いたそして一人の長身の紳士が と立ち現れた。その手には写真の印貸しらしいものを23枚持っているが今水からあげたばかりと見えて水滴がポタポタ床の上に落ちた奥から出てきたこの人は一体誰だろうと風間光恵は心の中にいぶかったいやどうも大変早く来てくだすってありがとう星野先生は近頃ずっと元気ですか はさようでございますそれは結構ですと言ってその長身の紳士は三上の前の椅子に腰を下ろしてじろじろこっちを見たまだ三上が名乗りもしないのに紳士の方では彼女のことを宣告知っているといったような態度を示しているのだどことなく薄気味悪さが彼女の背筋にはい上がっていく 失礼でございますがあなた様が穂村穂村先生でいらっしゃいますかあ、はあ僕がむらですと無造作に答えて風間さんの背丈は川草履を履いたままで 1m57 すると賞味は 1m54 というところで理想形だえいつそんなことをおはかりになりましたの と三重は思わず驚きの声を上げた穂村探,探偵は一向平気な顔で「これは内緒ですがあなたも探偵だから言いますが僕のところでは訪問者が入り口のところに立った時 自動的にに身長を測ることにしていますもちろんフォトセルを使えばわけのないことですあの入り口の上をご覧なさい1.57とまるでレジスターのような数字が幻灯仕掛けで出ているでしょうえまあそんなことが三重が振り返るとなるほど入り口の上の壁紙に1.57という数字が出ている。 こうすすれば消えます何をしたのかムラがそう言うと数字がパッと消えたまるで魔術を見ているような塩梅だったなるほどムラ探偵という人は変わっていると三重は感心したあなたはうちの人だからもう一つこれもおなぐさみにご覧に入れるかなさあこの写真はどうです そう言って穂村は手にしていた水のまだ切れない3枚の細長い写真の表を返して光栄の方に押しやったあらまあつ栄は自分でも後で恥ずかしいと思ったほど頓杖な声を出したなぜと言って穂村が差し出した3枚の細長い写真には表情たっぷりな光栄の半身像が560個も連続的に写っているのであった それは正面と横とが同時に取れていたよく見ると何のことそれはいましがた、この部屋に入ってこの椅子に腰を下ろすところから始まって終わりのところは少し眠くなって口を開いてあくびをするところまで嫌にはっきりと取れていたのであったあらまあ私どうしましょう風間光恵は もう一度驚きの声を発した今日試験的にこの写真機を取り付けてみたんですちょっとあなたを材料に使ってみましたがなかなかうまく撮れる1分間に60枚まで撮れます1つのレンズは正面にあってあの厚い辞書の中にあります黒い車の切れが前に貼ってあるからこっちから見ても分かりませんもう1つのレンズは、 そのカレンダーの下の方に黒い波がありますがそこに窓が開いていて扉の向こうから撮るようになっているいや案外簡単なものですよそう言っただけでムラは三江の表情の変化などについても一言も批評らしい口を聞かなかったそれだけ三重の方では間が悪かった先生はお人が悪いんですのでいやどういたしまして これが商売ですからね。そうじゃありませんかムラはそう言った後で三井の姿をじっと眺めていたが、やがて。時にあなたはなかなかいい体をしていますね。うまそうな女というのはあなたのことだ。ちょっとこっちへいらっしゃい。誰もいないから大丈夫です。ムラはそう言って腰を浮かすと。 いきなり風間光恵の手首を握って引き寄せたま先生三恵は驚きのあまり呼吸が止まりそうになったここへ来る前星野社長はわざわざ穂村の潔癖を保証したがその話とは違って彼はとんでもない痴漢であった六条四尺の場合よりももっともっと露骨でげびている 三枝は穂村と抗争しながらその時脳裏に伝光のごとくひらめいたものがあったそれは脇のついたての向こうに何か手の離せない仕事をしているといった男のことを思い出したのだあの男は彼女がこの部屋に入った時からあそこにいて静かに仕事を続けているらしいなぜなら彼はどこへ立った気配もないから やはりあそのついたての向こうに仕事をしていらっしゃる署員の方に対しても恥ずかしいとお思いにならないんですのと言って穂村に握られた腕を無理やりに払ったえっ署員ですってそんなものはいませんよ今日は僕一人なんですでもさっきあのついたての向こうから。 ハハハハあの声ですかあれは署員がいて声を出したわけではなく録音の発声機なんです自動式に訪問客に対して挨拶をする機械なんですよ嘘だと思ったらこっちへ来てついたての加減をごらんなさいそんなこと嘘ですわと三井は言ったがついたての後ろを見ないではいられなかった が後ろに去ったのを幸いに素早くそこをのぞいてみてあっと驚いたなるほどついたての後ろには誰もいない小さなテーブルの上になるほど録音の発生紀らしいものが載っているだけだその付近には人間の出ていく扉もなければ人間の体が隠れるものかげもないするとやっぱりムラの言ったとおりなのである また新たなその大きな驚きとそしていよいよこの部屋の中に自分はむらと2人きりなんだと思うとにわかにゾクゾクとしてくるある危険に対する旋律三江はとんでもないところへ来たものだと胸がドキドキだ初めから安心しきってきただけに彼女はこの不意打ちに朗媒するしかなかったあの入り口にはきっともう 扉を閉めるとガチャンと閉まる自動錠がかかっているのであろう壁はこのとおり厚いし第一窓というものがないいくらわめいたってどうにもなるまいこうなるのも運命だ彼女はすっかり観念して目を閉じた奇妙な任務 その穂村の声がつ炎の耳に入ったいやどうも失礼しましたこれからお願いする仕事に関してあらかじめあなたの処女性反発力といったようなものを試しておきたかったのですむらは急に意外なことを言いだしたえまあそんなでもこいつばかりは話だけでも信用がなりませんやっぱり実験してみなくちゃねさあ そこへもう一度かけてください。三恵は腹が立つというのかそれともにわかに安心をしたというのか妙な気持ちで再び椅子に腰を下ろしたこの年齢になるまでと言って彼女はおばあさんだという意味ではないこれはそっと読者に知らすわけだが風間光恵の本当の年齢は当年とってやっとまだ二十歳なのであるとにかく こんなに驚きの連発をやったことがなかった彼女は改めて穂村の顔をグッとにらみ返したこのまま部屋を出て行ってやろうかと思った俺だが女探偵ともあろうものがとどうにかこうにか自分の劇場を押し沈め穂の次なる言葉を待った「うん僕は満足ですあなたならきっとうまくやるだろう」と は元の冷たい顔になってしきりに一人でうなずいてさてあなたに頼みたい仕事のことなんですがねあるお屋敷で主人公がコマ遣いを探しているんですもっとも前にいたコマ遣いの娘さんは僕が買収して親の病気だと申し立てて辞めさせたんですそこで後任のコマ遣いがいるわけだが是非あなたに言ってもらいたいんです いいよ,いよホムラはこうまで彼女に手間取れた重大事件について語りでしたねえヨーガスかそのお屋敷は最近建てたばかりの洋館ですあなたは今も言った通り小間使いだが今度主人公の希望に従ってあなたは様相をしてもらわねばならない明朗な娘になるのです今国策で問題になっているが これも仕事の上のことだから一つ思い切って猛烈なパーマネントに髪を縮らせてください三重は最初は何を言ってるかと思って聞いていたが聞いているほどにだんだん興味を覚えてきたこれはなかなか念のいった冒険劇のようであるそこで向こうへ行ってあなたのする仕事だがもちろん駒使いなんだからインテリ臭い顔をしてはいけないほら 今時銀座通りを歩けばすぐぶつかるような自局柄をわきまえない安い西洋菓子のような若い女あの人たちの表情を見習うんですないやこれは女性の前で血と失言をしたようだ三重はまたムラムラとしてきたものだから何も言わずにいたいいですか向こうへ行ったら気をつけてものを壊すんです盛んに壊すんです あら、まあ、どうしてでしょう向こうへ行ったら盛んに物を壊せ気をつけて物を壊せと言われて三重はひどく驚いたどうも穂村のナス子と言うことはとっぴすぎて常識ではついていけない気がするコーヒー茶碗とか花瓶とか灰皿とかスタンドとかそういったものを「あれ?」とか「あら」とか言いながら じゃんじゃん下に落として壊してくださいそんなことをすれば私はすぐクビになってしまいますわ何大丈夫あなたなら首の心配はないからどしどし壊してください弁償しなくていいのですか弁償なんか心配無用ですただ心がけておいてもらいたいのは行ってから二三日以内に 本棚の上に置いてある政治色のオオカビンを必ず壊すことこれは是非やってくださいそしてその翼朝、あなたは自分でハガキを入れにポストまで持ってくるんですいいですかオオカビンを壊すことは分かりましたが翼朝ハガキを投函に行くといって何のハガキを持って出るのですか誰当てのででもいいですよ。それから大事なことは、 決して女探偵だと悟られないように振る舞ってください物を壊すにしても両親に咎めるといったような菩提心を出さないでこんな壊れ物を扱わせるから壊れるんじゃないのぐらいのふてぶてしさでやってください何しろ少し鈍い駒遣いくらい振る舞ってくださいとホムラは自分の脳天に指を立てたまあ大変骨が折れますのね まあそう言わないでやってください主人公が何を言っても何をしても例の少し鈍い駒マ遣いの要領で行くんですよそんなことをしてどうしようと言うんですの一体どんな事件なんですか私に少しぐらいお明かしになったっていいでしょううんそれがいけない東穂村は大きく頭を振りそのように あなたがんいいりででちゃいかんです。あとのことは僕がうまくやるからあなたは何も驚かないで筋書きどおりやってくださいどこまでもうぶな娘さんのつもりでいてくださいそして帝王ぶりを発揮しろとおっしゃるんでしょそう言って風間光恵は横目を使ってさも憎らしげに穂村をじろりと見た。 破壊作業その日の夕方風間光恵はすっかり支度を整え口入れ屋の番頭に化けた穂村に伴われて問題のお屋敷の裏門をくぐった裏門から裏玄関へ裏玄関といってもなかなか堂々たるもので家賃100円を出してもこれくらいの玄関はついていないと思われる大した構えだああ大きやか。 たいへんんももだからもう他へ頼んじまった用はないから帰れ帰れこの家の主人公に違いない50を2つ3つも超えた肥満感が白い麻の浴衣を着て裏玄関までのこのこ出てきたよほど熱がりやと見えるへえどうもあいすみませんでございました実はこちらさまにきっとお気に入りこと大受け合いという冗談がありましたもんで。 それを迎えに行っておりましたような次第でところがこれが埼玉の財でございまして大変手間取れましたここに控えておりますのがその一件でございまして財には珍しい近代的感覚を持ちました娘で決してほら大きや今度だけは特に多めに見てやるがこの次からは容赦せんぞこの次は絶対出入り差し止めだ 早くそのえその甘っこを上へ上げろ中に旦那様は大変な騒ぎ方であったむらはわざと何にもこの旦那様について説明をしなかったが玄関の段でもってこの旦那様のこれまでの半生がはっきり分かったような気がした何かボロい大仕事をして成り上がった人物で教育なんぞはないくせに 先端的文化の乱磁者であることが絵に描いてあるように三重にははっきり見えるのだったそこで三重は早速その夜から旦那様好きの小間遣いとしてまめまめしく使えることとなった、うん、時折三重の後ろでそういう咳払いともうなり声ともつかないものが聞こえたそのような時三重が振り返ってみると 必ずそこに旦那様のキラキラした目があって途端に旦那様は犬に飛び込まれた鳥のようにバタバタと狼狽なされるのであった旦那様は非常に無口の方であったただしこれは新しい駒遣いの三重に対してだけの話でその他のお手伝いさんや使用人は方言交じりの言葉でこっぴどく叱りつけられていたその夜のうちに三重は 廊下の上にコーヒーヒを落としてガチャンと終わったそれが開業式だった早速その夜のうちにこの仕事を始めておかなければその次の日になってやりやすにはちとやりにくいだろうと思いともかくも一発だけはその夜のうちにやっておくことに決心したからであった「ガチャン!」と大変な音がしてコーヒージャワンの皿がたくさんの小切れに割れて辺りに飛び散った 茶碗ほうは子肉らしくも取っ手が折れたばかりだったなな,な,な何をしおったと今から旦那様の共感続いて廊下をずしんずしんと旦那様の局がこっちへ転がってくる気配がした反対のほうからは雇い人の一帯が「それ」というので駆けつけるこれは茶碗が割れた音に驚いたというよりも 旦那様の土星に対応して駆けつけたのであった「おなんだ、銀屋がやったのか。銀夜」というのは「銀夜」と書くべきか「銀夜」と書くべきかよくわからないがともかくもこれがこの屋敷における風間光恵の源氏名であった旦那様は怒鳴りつけるつもりだったらしいが信任のそそたるモダン駒使いのやったこととわかると 苦しそうにえへんえへんとせき払いをしてそうそう奥へ引き上げていったそのかわりほかの雇い忍耐が口をそろえて三重の不始末を叱りつけガーガーブツブツはいつ発とも見えなかったするとまた奥の方からズシンズシントントンと旦那様の豪快なる足音が近づき「おりゃいつまでも想像しいじゃないか」 壊れたものはしようがない早く片付けて静かにしろこのバルシャガルドもめ。何がバルシャガルドもめか何しろ旦那様の言う言葉の中には時としてわけのわからない言葉が飛び出すとにかく銀夜こと風間光恵の重機破壊業の店開きはこうして行われたその時三重が感じたことは物を壊すことは案外気持ちのいいことである もちろん物資愛護の叫ばれる原価の国策に配置する行為ではあったがしかし三重の場合は壊すための理由があったつまりそれは穂村探偵から頼まれて何かの事件解決のためにやっていることゆえ国策に配置するものだとは言えない安心があったすなわちガチャーンの音を聞く瞬間三重の胸の中に鬱積した不満感といったようなものが一時的ではあったが たちまち運参無償してしまうのを感じたことであった。だが、何故重機破壊業をやらなければならないか、その理由の本体については三つ絵は何も知らなかったし、何にも思い当たることがなかった。犠牲のオーカビン。 小間使い銀家の重機破壊業はその第2日に至ってがぜん消血を極めたまず置き抜けに電灯の傘をガチャーンとやったのを手始めに勝手元ではうがいのコップを割りそれから旦那様の部屋に行って灰皿をテーブルの上から取り落としたことにして実は指先でちょいとついたのだったたちまち旦那様をベッドの上から下へ転落させたのだった おなな何とじゃどうもすみませんでございます。おお銀やか。なに灰皿を壊した。朝っぱらから大きな音を立てじゃ困るね。わしはこの節心臓が少し弱ってるんで、ものを壊してもなるべく静かにやってくれ。そう言って旦那様はまたベッドに潜り込んでしまった。 三上が見ると旦那様は壁の方にむき伏してその大きな肉塊が速いピッチでうごめいているのを認めた「あんたなんか誤病があるんじゃない?」だって指先に一向力が入らないじゃないの責任者のおもんというのに三枝はたっぷり皮肉を言われた「病気なんてありませんけれど私そそっかしいのですわこれから気をつけます」 そそっかしいのも病気の一つだよ子供じゃあるまいし167にもなってちょいとお前さん年はいくつだっけねあたしは様相の女の子の年齢がさっぱり分からなくてねあら嫌ですわあたしもっと上ですわじゃあ18位ってことあははは。ハホンはもう一つ上の19ですけれどと三重は嘘をついた へえお前さん19かいまあ呆れたわねあたしは1 6七とばかり思ってたよじゃあもう色気もたっぷりあって旦那様もなかなか作戦がしっかりしてらっしゃるわねええそうかい19とはおもんは一人で感心していたあのうちの旦那様のご商売は何でいらっしゃいますの あららあんたそれ知らないで来たのうん。ええ、ずいぶんのんきな娘ね。知らなきゃ言って聞かせるが、うちの旦那様は山を持っていらっしゃるのよ。え山鉱山のことですのそうそう、その鉱山よ。金銀銅、鉄鉛石炭、何でも出るんですって。これは内緒だけれどね。 うちの旦那様はお若い時ダイナマイトとツルハシと思って日本中の山という山をあっちへ行ったりこっちへ来たり真っ黒になって働いておいてなすったんだとさつまり恐怖をなすっていらっしゃったのよそんなこと私が話したと言っちゃいやよ私はお前さんが好きだから教えてあげたんだからねおもんはフ,フフフフフと鼻の上にしわを寄せて 気味の悪い笑い笑方をした。鉱山なりきんだったのか穂村探偵と来たら仕事を自分に頼んでおきながらこれから働かせる家の主人公が何を商売にしているかも教えなかったんだおもんがこれだけ喋ればもういい穂村探偵なんか間抜けの標本みたいなもんだと三重は密かに鼻を高くしたことだっただが一体鉱山業のこの家の主人公と そしてムラが苦心しつつある探偵事件とどういう事柄によってつながっているのであろうかそれについて光恵は少しの手がかりも持ち合わせていなかったが彼女も女探偵のことであるからこの興味ある事実をそのうちにきっと探し当ててみせるぞと心の中で宣言したことだったこうなれば早い方がよかろうと思って光恵はムラから頼まれたオオカビンを その日の日午後、見事にガチャーンと壊してしまった何しろ旦那様の居間は床がレンガで敷いてあったから下に落とせば必ず失敗の恐れなく完全に壊れてしまうのだったもっともレンガの上には立派な絨毯が敷いてあったがそれは小さくて本棚の下はレンガだけがむき出しになっていたあれー三重は、 オ花カビンを手から離す時に最もらしい声をかけておいたそれから手を離したのであるが何しろ大きな花瓶のことであったからかなり派手な音がして破片は辺りに飛び散りその一つが彼女の足に当たった途端にビリビリと焼きつくような痛みであるあ怪我をしたチョコレート色の絹の靴下は見るも無残に斜めに切れ その下からあらわに出た白いすねから、スーっと鮮血が流れ出した。その時、川屋の扉が激しく鳴り響き、中から旦那様がゆでたこのような頭を振り立てて出てきた。なんじゃなんじゃ。いまた銀屋か。何をこした。えその棚の上にあったオオカビンか。ああ、それは。 途端に旦那様の顔から血がさっと引いた。お<ー>と旦那様は急にそわそわして壊れた花瓶には目もくれず室内をぐるっと見回したがそこで胸を拳でトントンと叩きながら「ああ、驚いた!と」とうめくように言ったそこへ責任者のお門をはじめお手伝いさんの一帯がバラバラと駆けつけた あらま,またお銀さんが壊したの今日はこれで7つ目よ三枝は三枝で傷口を押さえてその場に座り込み「タタタタタタ」と叫ぶ旦那様は三枝の負傷にやっと気がついたおおえらい怪我をやったなそりゃ早く手当てをせんといかんほらこのタバコをもんで傷口につけろこのハンカチで押さえて。 そして医者を呼べあらマ、ま、ハ、あ、お銀さん怪我をしたの天罰的弁よほら、何を言ったのか早くハンカチで祝えてやれそれからこの壊れ物を早く片付けてと旦那様は言ったがどうしたわけか急に慌てておいみんな早く向こうへ行け片付けるのは後でいいから早く向こうへ行けはいはい と言いながら、おもんはつ上の怪我した足にハンカチを巻きつけようとしているのを見て、旦那様はさらに大きな声で、こら、ここで言わなくてもいい。銀山を早く向こうへかついでいけ。こら、早くせんか。旦那様が目に入れても痛くないはずの銀山までやにわに大情報をめぜられるとは。このとき旦那様の胸に降来する。 よほどのの不安があったものらしいその不安とは中間報告三栄はかねて穂村との約束でオ花カビン破壊事件の騒ぎが一通り片付くとその足ではがきを出しに屋敷を出た彼女がポストに近づいた時ポストの向こうからいやー 大分涼しくなりましたね。と声をかけたものがある。もちろんそれはホムラ総六だった。三衛はどぎまぎして。あらま先生。と叫んだ。さあ早いところを伺いましょう。もうオーカビンを壊したんですか。あら早すぎたかしら。そんなことはありません。大いに結構です。 ところであなたは探偵だからわかるでしょうがあのオオカミンを壊されてから主人公は何か室内の重機の配置を変えたということはありませんかあら先生は都合のいい時ばかり私を探偵扱いなさるのですねそんな勝手なことってありませんわ。とやり返したが心の中ではいよいよ事件の核心に触れてきたんだわと三栄はひそかに胸をドキドキさせた。 そんなことはどうでもいい後でみんな一つに固めあなたの講義を受けることにしましょうで今の返事はどうなんですかまさかあなたはそれについて何にも気がつかないというわけではありますまいムラは日頃の彼にも似合わず妙に焦り気味になっていたそうですわねと三恵はわざと間延びした返事をしてムラがじれるのを楽しみながら 旦那様のお今の重機で一の変わったものといえば何ですその一の変わったものは木彫りの日光の陽明門の額が心持ち曲がっていただけですああやっぱりそうかその他に変わったものがもう一つあるでしょういいえ他には何にもありませんわいやそんなことはないきっとあるはずですよそれとも あなたの鈍い探偵眼には映らないのかもしれないまあと三重はムカムカとしたがなんとでもおっしゃいですけれど他に何も変わったものはありませんのよそんなはずはないんだそこが一番大切なところなんだがちッ仕方がないと穂村は無念そうに唇を噛んでとにかく壊れた重機は至急補充します それからオオカビンはちゃんと元のところに置くようにしてくださいねだってオオカビンは今日壊してしまったんじゃありませんかだから至急後の品を補充すると言ってるじゃありませんかああまた新しい花瓶が来るんですかあなたも案外噂ほどじゃないな三重はそれが聞こえないふりをしてそして先生が持っていらっしゃるの そんなことはあなたが心配しなくてもいいです先生それから頼んだことだけはやってくださいもっと気をつけているんですよ失敬穂村はは,なはだ不機嫌でろくに三栄の言葉を聞こうともせず向こうへ行ってしまった三重は妙に寂しい気持ちを抱いてお屋敷へ帰ったその寂しい気持ちはやがて一種の劣等感と変わった 果たして自分はむらの言ったように探偵岩が鈍くて当然旦那様の居間に起こっているはずの重機の位置変化に気がつかないのだろうか三重は旦那様の居間へ入っていった旦那様はそこにいらっしゃらなかったどこに行かれたのであろうか来客かもしれない機会は今だと思った彼女は辺りを見回して誰もいないことを確かめるとつと 木彫りの日光陽明門の額の前に近寄ったそもそもこの額の一枚があの大花瓶の破壊以後に位置の変化をやった唯一の品物なのであるこの額に何か重大なる意味が潜んでいるのだそれは一体何であろうか伸び上がって三枝が見ているとその額は随分大した彫り物細工であった 額の奥から一番前に出ている陽明門のひさしまで奥行きが二寸余りもあって極めて繊細な彫りがなされてあったこれはよくある一枚彫りなのであろうがこのように精巧緻密なものに初めてお目にかかっただが彫りを感心しているばかりではしかたがない何かこの額に関して秘密があるのであるそれは何の秘密であろうかあ もしかすると、その時三重の頭にひらめいたのはこの分厚い一枚彫りの陽明門が実は一枚彫りではなくて陽明門の辺りだけがぽっくりはめ込みになっているのではあるまいかそしてそれを外すとこの額が実は一つの箱になっているつまり秘密の隠し箱であるきっとそうかもしれないわ 三重はそれを確かめるためにつと手を額の方に伸ばしたそのとたんであった彼女の背後にえへんと大きなせき払いが聞こえた「しまった!」と思ったがもうおそいあのせき払いは旦那様だ意外なる収穫 銀座そこで何をしているのじゃはいこの額が少し曲がっておりますので。何曲がっていたかははは曲がっていてもいいそのままにしておけでも、すぐでございますから。いや、手を触れることならん。 少しの曲がりを直すつもりで途端に下に落とされて額がめちゃくちゃに壊れてしまっては大損じゃからなわしはもういい加減懲りとるでなどうもすみません何謝らんでもいい壊されるのにはこりていながらあんたにいてもらうというのはそこにそのと言っている時廊下の向こうから呼ぶ声がしたので三重は 読者の輪木とを逃れる心地して旦那様の前を下がったそれからしばらくして菊の花をいっぱい生け込んだオオカビンを持って現れたそしてそれを本棚の上にそっと置いたそして電気をつけた旦那様は安楽椅子に寄りかかってもう居眠りをしてござっただがそれはたぬき寝入りらしく時々まぶたがピクピクと震えて 薄めが開くもちろん旦那様の視線は三つ上の着物の上から体を突き刺している。旦那様、ご入浴をどうぞ。ええー、今日はわしは入らんぞ。眠っているはずの旦那様がはっきり返事をした。あの入浴好きの旦那様がいつになく入らないとおっしゃる。三つ上はははと思った。 そうだったのか穂村先生がもう一箇所位置の変わったものがあるはずだとおっしゃったのはこの意味だったかというのは他でもない確かにある一つの重要物件があの陽明門の額から取り出されたのだそしてこの今の他のいずれかの場所に移されたのだ穂村はその移された場所を三井に質問したのだところが 三重は知らないと答えたのでむらが悲観したのであるがまさかその重要物件が陽明門の額から出て旦那様の懐中に移されたとはさすがの穂村も気が付かなかったのであろうしかるに光恵は一歩お先にそのことに気がついたまだ穂村探偵の知らない事実を風間女探偵は知っているのだ彼女はちょっと得意であっただが そのの重要物件というのが何であるか、三枝には分かっていなかった穂村は大体いい知っているのであろう知っていればこそ三枝などをこんなところへ住み込ませて大げさな捜査陣を張っているのだいいわこっちで先生よりもお先へその重要物件を失敬してしまおうそう決心した三枝はその夜更けて購買の値引きを伺い 密かに旦那様のベッドに近づこうとしただがそれは失敗だったベッドの置かれてある主人公の居間は情がちゃんと下りていて開けるすべがなかったその翌朝のこと三重は旦那様の居間へ入っていった旦那様は起きてタバコを吸っていた彼女は挨拶をして朝刊新聞をベッドのところへ持って行った 旦那様は今日は不機嫌と見えて常に似ずひと言も冗談さえ言わないそして青い顔をして目がちばしっていたその間にも三恵はこの室内を一応隅から隅までぐるっと見回すことを忘れなかったああそこだわ軽眼なる彼女の小さな目に鋭じた一つの異変それは 高い天井の隅にある空気抜きの網格子がほんのちょっと曲がっていたことであるそれに気が付いて大理石の洗面器の脇にかかっているタオルを見るとこれが真っ黒になって汚れていた確かにそうだわ例の重要物件は旦那様の懐中を出てあの空気抜きの網格子を上げて天井裏に隠されたのに違いない。三つの胸は。 またたドドキドキしていた実に大発見である三恵はじっとしていられない気持ちになってハガキを握るとポストのところへ行ってみたまさかこの早朝からそこにムラが来ているとは思わなかったけれど家にじっとしていることには耐えられなかったのだ「やあとうとう突き止めたかね」ポストの陰からムラがぬっと顔を出していきなりそう言ったものだから。 三重はびっくりした三恵の報告は穂村を踊り上がって喜ばせたそして2人は連れ立ってお屋敷の方へ引き返したその途中穂村が早口に言った話によると「もう隠す必要はないだろうがあの大将は実はもう一人の仲間と協力して探し当てたるある重要資材の鉱脈のことを内緒にしているんだ」そのの仲間というのは 山の中で石自殺の形で白骨になっているのを発見されたが遺書も何にもないただその生前一枚のハガキがその遺族のもとに送られてきたがそれによるとあの大将と最近大発見をしたからやがて大金持ちになってこれまでお前たちにかけた苦労をいっぺんで取り返すということが書いてあっただが何を発見し どこで発見したのか、それについては一言も触れてなかったそこで仕方なくあの大将の身辺から秘密を探し出す必要が生じたのだ何を発見しそれをどこから発見したかこれから行ってのっぴきならぬ証拠を突きつけてあの大将の口から聞くんださあ君は先へ帰りたまえ僕は表門から案内をこうからと は初めて事件の内容を語ったのだ三枝がお屋敷へ戻ってみるとただならぬ様子である何事が起こったのかいやお前さん大変なんだよ旦那様のおいまで大きな音がしたんだけれどみんなで入っていこうとしても扉に錠がかかっていて開かないんだよ窓にもカーテンが降りていて中は見えないしさ困っちまうねそれに 中には旦那様がいらっしゃるはずなのがシーンとしているんだよ気味が悪いじゃないかねえお門はブルブル震えていたでも男たちが窓を外から破って室内へ入ったおい大変だ旦那様がこと切れておいでだ扉を内側から開けて下男たちが入った旦那様は確かに今のじゅうたんの上に 大の字に伸びて死んでいたその脇にはテーブルや椅子などが倒れており大きな霧の箱なども転がっているその時室内へ組み立てばしごを担ぎ込んできたものがあったがそれは別人ならぬ穂ラだった彼はスルスルと身軽にその上に登って天井裏の網格子を外してそこから小袋を取り出したうんこれだ 小袋の口を開けて逆にしてみると黄色っぽいネズミがかった鉱石が転がり出たうんこれは水源鉱だ珍しくなかなか良質のものだ三恵さん大手柄だぞさてここに隠されていた鉱石は現れたがその鉱脈の所在を書いた地図も書類もついに見当たらなかったので三恵はがっかりした だが、ほむらは三江の耳にそっと口を寄せて。まだ悲観するのは早い。もう1つとっておきの種があるんだ。まあ、それは本当ですの。その種は何？それはあの新しい狼の中にあるんだ。え。つまり君をいつか驚かせた。録音の集音器が入ってるんだ。 昨夜一晩あの集音機はこの居間にいて主人公の寝言を食べていたんだ僕はその寝言の録音に期待を持っているんだよまあそんなことをなすったの三ツ矢の驚きは後に穂村がオオカビンの中に仕掛けた録音線から主人公の寝言を摘出した時に絶頂に達した例の 不正な鉱脈の秘密が知られるかと気がかりの主人公はついに寝言のうちに幾度かその鉱山の位置をしゃべっていたのであったここに事件は解決した三重はこの事件で立役者ではなかったけれど科学探偵ホムラの活躍ぶりに刺激されて元のように朗らかな気分の女性に帰った